ゆうの大好きな目玉焼きでーす。あったー。さらにウインナーとハムもつけちゃいました。あったー。よかったな、りゅう。で、今回ご相談くださったお宅のようです。やっぱりなんかいますか。入ってきた瞬間にですね、ものすごい霊気は感じました。どうされました。白井さん監視カメラを設置させていただけないですかね。そういったあの現象をカメラに収めて傾向と対策を練ってみたいんですけども、大変申し上げにくいんですけれども、本当にあの危険な霊がですね充満してるんですよ。本当にやばい霊気がもう渦巻いてるんですね。何か分かりましたか。私も調べて驚いたんですけれども、30年前に取り残された7歳の子供、それがあなたのご主人篠井陽一さんだったんです。また30年経った今、何で戻ってきたんだよ。30年前何があったんだよ。なんでこんな悪意が渦巻くこの家にまた舞い戻ってきたんだよ。